FM93.0AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 高田先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。平野奈良です。はい、ナイツのラジオショーです。今週もよろしくお願いします。お願いいたします。先生、けど大変でした、昨日はね。昨日ね、札幌空港から、新千歳からもう飛行機が遅れちゃってね。遅れちゃってさ、4時間遅れたのかな。3時間20分とかそうだね。4時間ぐらい遅れちゃったね。うわ、大変でしたね。その8時半だったんですよね。もともと飛行機が、はい、羽田発がね、それが23時50分だったから、まあでも24時だったもんね。こんなの24時です。ね、だから3時間半か。おっしゃってさ、もうちょっと早く、まあ、空港には着いてたから、まあ、とにかくもう空港で待たなきゃいけない、でもうごった返してるから、もう全部の便がもうその遅延と、もう半分は欠航みたいな感じでね。もう千歳空港はもうすごい人でしたね。もうさ、もう本当に面白かったな。バスでさ、みんなでこう行ってさ、まあなんか知ってた？その結婚になるのって。俺は早坂さんの席の真後ろに座ってたから、もう途中からもうざわざわし始めて、もう早坂さんがいろいろこうイベントさんとか電話してる声があって、でもとてもじゃないけど寝れなかった。どうなってんの？大変でしたよ。大変でしたね。森田さんが動かせるわけないのにね。そうですよね。どうなってんの？一旦ね。で、後ろの席に俺たちいたから、全然気づかなかったんだよ。はい。そしたら、花子の岡部が、はい、あー、とかつって、一人で携帯見て、何どうしたのしたら、これ遅延ですみたいな、はい、うわマジかみたいな。それでまだみんな知らないじゃん、だからもう最後つくぐらい前にちょっと岡部に、みんなにそれ発表してあげた方がいいよ、みんなまだ知らないからっつって、ですいません岡部くんの話聞いてくださいとかっつって、で岡部が、今日のあのフライトが遅刻、遅延になりましたとかって、みんなとかさ言ってる中さ、インジョンのジャイさんだけがよく寝れるよね。漫画のさ、はい、一番なんか最後に勝つやつみたいな。はい、関係なしみたいな感じ。どこでも寝れますよね。どこでも寝れますもんね。それで、あのバスで待ってくださいと。バスが、まあでもその運転手さんがね、待ってあげて、待ってくれる人だったからね。その急遽だったけど、まあ、そのバスを提供して、ちょっともう上はごった返して、もう座るとこもないから、バスでいさせてもらえて。あ、よかった。でさ、8時ぐらいに着いたじゃない。空港にね。7時半ぐらいに着いて。7時45分ぐらいに着いたんだよね、はい。それで、ちょっと早坂さんが、やっぱり、ちょっと待ってと。今、ごった返してるから、一回ちょっと整理するから、待ってて、つって、はい、で、みんな、芸人が、バスの中で待機してたの、はい。で、それから20分ぐらい早坂さんが戻ってきて、今こういう状況ですと。とりあえず、もう中に入っちゃった人は入ってもいいし、バスをこの運転手さんが待ってくれるから、バスで時間潰してもいいし、いずれにしても飛行機は、当初は22時30分で出てたから、はい、必ず2時間は遅れますから、待っててくださいって言って、じゃあどうしようかみたいな感じで、でもちょっとお腹空いたなって言って、それで、一回バスから中に行くじゃない。そしたらさ、もうめちゃめちゃ店が閉まってる時間。ちょうどもうね、終わる時間でしたね。終わる時間だったよね。なるほど。それで、ラーメン屋さん入れた？俺はラーメン屋さんに行って、まあ、どうするか迷ったんですよ、ね。で、まあ、みんなでこう上がりながら、なんかもう、バスはあるから、どっか売店でお酒とかを買って、ちょっと長期戦に備えてバスで飲むかとか、もうお土産を買うかとか、なんかそういろいろあったんだけど、俺のたまたま一緒に上がってきたのが、ヤダンの中島くんと、モグライダーのともしげっていう、もう、ラーメンのことしか頭にないやつだから、もう、ギンギンになってんの。今からラーメン間に合うんだったら行きたいって、もう、こうなってるから、もうちょっとそのお土産見ようかっていう空気じゃなくて、もうそのままもう押し出されるように、その二人とあと菊田くんと4人で上のなんかラーメン街道みたいなとこがあるんですね。でもそこももうずらーって並んでて、あともうその中のお店もあのシャッター閉め始めてるところだったんだけど、なんとか一軒だけ開いてて、もうそれももうなんか中島くんがもう
もうほんともう、目閉じて嗅覚をこう、嗅ぎ分けるように。怖いよ。こっち、こっちです、みたいな感じで。もう、ラーメンのアンテナがもう、ね、ビンビンだからもう、ここはまだ、分かったんだね。閉まらない感じなんだけど、ね。そう、中島ともう、ともしげがもうこっちですって言って、もう何の根拠もなく行った先に、一軒だけ空いてて一組まだ入れるってところに、入れたからそこで、まあ、味噌ラーメンと。すごい嗅覚。だって中島もう、昼間も食べに行ったらしいよ。ラーメン。昼間もともしげと中島で、伊達のね、ラーメン屋さん行った。そうそうそう、見事なあの体型になってるからね、二人とも。その通りの体型になってるからね。はい、正直です。体は正直。体は正直ですよね。正直。それで、うん、でも俺はドブロックの森くんと、うん、こう、あと、新一と二人で、うんうん、こう、あの、ちょっと腹減ったよね。さすがにもう最後に食べたのが3時ぐらいだったから、そうだ、ちょっとラーメン間に合うかなって言って行ったら、行ったんだ。そしたら、もうちょうど、ごめんなさい、ごめんなさい、だったんだよ。あー、そっか。それでフードコート、あるって言って、フードコートもラーメンやってるって言って、並べたの。そしたら、俺の目の前のおばさんが、なんか私で最後ですって言われて、食べれなかったの。あらー。あの、温和なドブロックの森くんが歩きながら、あれ、早坂さんが待ってくれって言わなきゃ食べれましたね。気づいちゃった。気づいちゃった。絶対言っちゃダメだよ。ね、花さんあれ、絶対言っちゃダメ。あれ、早坂さんが、ま、いや早坂さんの待ち時間なかった。食べれましたよね。そんなこと言うの。いや、それはダメだよ、森くん。そうなんだけど。それは、そう、わかるけど。いろいろ手回ししてくれたんだ、早坂さん。そうですよね。乗っかるから。それダメだよ。それ言っちゃダメだよ、みたいな。あれはダメ。あそこにね、待ってるから、ね、状況分かったんだから。あ、そうですか。いや、でも、20分あったら、あれ、飲み行けたと思うんですけど、なかなか森くんも引き下がらないみたいなさ。ね、もう悔しい。悔しかったね。それでもさ、で、10時半だと思って、はい、こう行くじゃないですか。そしたら、僕はもう、U字工事のタクちゃんと、もう早く行って、で、二人でずっと喋って。中で、保安検査の中で、待ってた。俺はもう中行った。その椅子も空いてた。空いてた。あ、ほんと。その辺がわかんないからね。そうそう。もう中行っちゃおう、つって。中入って座れなかったら嫌だなと思って待機してたけど。なんかタクちゃんもさ、なんか、すごい飛行機乗るから、ラウンジみたいにもあの子乗れるらしい。なるほど。で、ラウンジ行ったんだよ、二人で。したらもうめっちゃ混んでて。あ、ラウンジも。失敗したな。じゃあ、ちょっと普通のとこ行こうかって言ったら、まあ、ギリギリあったから、そこに、マシコくんと二人でずっと座って、それで、腹減ってるから、まあ、お土産のお菓子をちょっとあげて、くくったりして、時間潰してたんだけど、もうそろそろかなって言ったら、ガイダンスが流れて、なんとか便、10時、遅延の8時半、10時、22時半の予定が23時15分になりました。そうそうそう。どん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 遅れていくんだよね、そっからね。で、その後また23時50分になりましたってなって、で、東京帰るのがもう1時半になります、みたいなさ、なっちゃうじゃない？そうするともう東京帰ってさ、タクシーが拾えないでしょ？要するにもう電車がないから。そうですね。それが結構大変でさ、どうやって帰ったの昨日。俺は、そう、車で行かなかったから、羽田来たら、着いたらやっぱりタクシーの列がすごくって。すごかったでしょ？ものすごくって。もう最初わかんなかった。バス、シャトルバスとかの列と、もうそっちの、方までずらーって並んでたからね。めちゃめちゃ並んでたんだけど。どこまでがタクシーなのかわかんなくって、でもちょっと絶望的に並んでたから、俺が見た感じでも200人ぐらい。そう、250人って言ったね。あ、誰かが言ってた。250人でーすとかつって。で、まあその羽田着いた到着口の近くの、タクシー乗り場がそれだったんで。で、離れたところにもう一個あるじゃないですか。ありますね。もう片方の端。最後にね。これこんな並んでんだったら、もうちょっと賭けだけど、そっち行ってみようかな。あっちも別にいいんでしょ？そう。であっちに、でもその夜中だから、ひょっとしたらあっちが閉まってるとか、もうあっちのタクシーありませんとかだったら、またね、後ろから並ばなきゃいけないと思ったけど、ちょっと賭けで、そっちの前の方に行ってみたら、全然並んでなくて、で、なんか警備員さんもいたから、タクシーどんどんそこに流してくれてた。ああ、すごいじゃん。だから、まあ本当10分も並ばないで、俺は、それはすごいね。乗れるってなったから、あ、これはいいと思って、でもみんな多分気づいてないからって言って、
みんなに、LINE、LINE、うん、知ってる、で、車で来てないっぽい人に、こっちいいよ。芸人みんなと、あと、早坂さんに、うん、LINE 流して、うん、そしたら、まあ、俺もすぐ乗れたし、うん、で、何人かは、うん、あ、本当だ、っつって、助かった、っつって、乗れたって言ってたんだよね。うん、でも、一人だけ、俺その LINE 知ってるのに、うん、それを流すの忘れちゃったやつが いたんだ。うん、それが、ロングサイズ伊藤だったんね。ああ、ロングサイズ伊藤ね。今日。俺、ロング伊藤、俺が乗せてたから。あ、そうなんだ。あ、よかった、よかった。あ、よかった、よかった。そう、今、ともしげは？ともしげも言った。ともしげも、あ、乗れましたって言ってたから。ああ、よかったね。うん。だ本当に、あれ。あれ、だから本当ね、多分。結構、だからみんなに。100人、300人。聞いたんだよ。うん。吉住とか、はい、スパイシーガーリックとか、うんうん、その人力車の若手の子ってまだ車持ってないから、はい、大丈夫って言ったら、なんか人力車に。そうそうそう。後輩たちがなんか来てくれたんでしょ？なんか7人乗りの車持ってるやつがいるんでしょ、うん、それに、はい、モグライダーの芝君。芝君とかそっちに乗れた。みんな乗れたから、よかったんだけど、なんかその、かわいそうなのがさ、その、なんとなくみんなこう、これ乗ってっていう話し合いするじゃん。うん、で、岡部は菊田の車に乗って帰ったんだけど、うん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 、なんか、そんな話し合いをしてんのに、普通にともしげとかが並んでんの。なんか、ともしげ、誰からもなんかこう、乗せていくみたいにね。ラーメン仲間の中島くんいなかった、そこに。だから中島は俺が乗せてたから。中島も伊藤も乗せたの？乗せたよ。それで、中島と伊藤と、中英も乗せたんだよ。うんうんうん、それで、中英がヤダン乗せてくんないって言われて、うん、まあいいよってなったわけ。うん、まあ、練馬の方だし、うんうんうん、いいよってなったわけ。うん、で、中島くんはなんか埼玉だから、うん、練馬まで送ってけば、あとタクシーで帰りますってことだったから、うんうん、じゃあ、はい、いいよってなった、うん。それで、まあ、俺の車5人まで乗れるんだけど、もう狭いから、うん、この3人で十分だなと思ってたの。うん、そしたら、新一がさ、うん、こう、最悪や、みたいな。出しながらね、そうですね。ああ、もうこれ、大丈夫だ、新一の乗ってくっつって、うん、いいんですか、うん、って言って、うんうん、ああ、いいですよってなったんだよね。そしたらさ、もう、まあ、新一のトルフィーの待つ時間とさ、あと、ヤダンの、スコップ。待つ時間があって、俺もう早く帰りたいのに、ね、もうその時点でもう2時ぐらいだからね。めちゃめちゃ早く帰った2時に、ずっと待ってんの。うんうん、で、これしょうがないよね、つって。まあそう、まあ待つしかないもんね。言っちゃったから送るって言っちゃったから。うんうんうん、それで、やっとスコップが、トロフィーが、来たわけよ、うん。向こうから歩いてきて、来たら、そしたら伊藤がいないのよ、今度。あら。なんでいないのみたいな。したら、うん、ちょっとタバコ吸いってますみたいな。嘘だろ嘘だろ信じられない信じられない。で、電話してよみたいな。スコップ使う方、うん、使うのは伊藤の方だから、ね。ね、中島のも荷物だけど。電話して、うん、あ、すいません、みたいな。ちょっと遅れてきて。うん、で、5人乗せたんだけど、うん、もう狭いからさ、後ろのさ、あそこに、新一のさ、うん、まず新一ギターと撮る日があるでしょ。いや、そうだよ。入らないし。入んないの。それで、入んないよ、それ。もう、トロフィーと俺の荷物とかも入れたらもういっぱいになっちゃって、うん、で、どうするってなって、うん、でもなんとか5人乗ったんだけど、うん、もう前に伊藤が乗って、うん、伊藤が スコップをこうやって、車の真ん中までスコップみたいな感じ。縦に貫かないと入らない、ね。ギュギュって乗って返したよ。大変だよ。そうそう。それで、まず中英と、はい、新一を、うん、都内まで行けば、もう、中英の家のところで降ろして。まあそうだね。そっからタクシー拾えるから、ね。すぐ拾えて、うんうん。それで今度伊藤を降ろして、うん、で、最後中島と、うん、なんか途中で降ろしてさ。中島くん埼玉の方でしょ？うん、だから、迷ったんだよね。ちょっと面白いから送ってこないんだよ。めちゃめちゃ遠かったの、聞いたら。うんうん、あ、それはさすがに、もう3時だし。そうですね。そうね。そう、きつかった。いや、あれは大変だったっとね。そう、もう本当に、うん、だから、うん、なんだろ、あっちのタクシーに並んでたら、1時間半ぐらいかかる、うん、と、運転手さんが言ってた。うんうん、もう、その日も、うん、もう、え、2回目です。うん、もうみんな今もう都内のタクシー、ピストンで羽田に行かされてますけど、つって、多分あっちの列は本当に1時間半ぐらいかかると思いますよ、とかつって。そっか、もう本当にさ、うん、空港で、動画、はい、あるのありがたいね。ああいう今。今ね、携帯で。全部見た、ガンニバル全部見たもん、7話。
ハンニバル面白かったでしょ。ハンニバル面白いね。ね、ディズニープラスの。うん。全部見たな。そういうのがあるからね。いや、大変でしたよね。なんとも帰ってこれてよかったです。帰ってこれて、なんか飛ばない、そう、欠航っていう可能性もあったからね。まあ、とにかく、まあ、悪天候ですけど、そう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 、まあ、やっぱ2月の北海道ってやっぱ厳しいんだなと思いましたね。そうだよね。まあ、ちょうどヤダンがね、今日ゲストだから。ゲスト来るからね。ね、いろいろお話をね。そっか、ロングサイズ伊藤は花さん乗せてもらってたんだよかったじゃあ。そうそう、だから多分。今朝になって気づいたんだよね、俺。誰か忘れてないかなと。そうだ。ロング伊藤の LINE 知ってたと思って。わかんないもんね。ヤスコが、ちょっとね、ヤスコ大変だったんだよね。ヤスコが朝、ちょっと遅れてきちゃって。はい。さ、昨日なんか朝からちょっとね、なんかおかしかったんだよ。うん、朝から吉住がさ、はい、すっごいうろうろしてんの。うん、ね、行きの飛行機の時に。うん、珍しく。うん、なんか。いつも落ち着いてんの、ね、落ち着いてんのに。確かに。ずっと、何やってんのしたら、うん、俺のとこに来て。花さん、早坂さんの連絡先知らないですかって言って、うん、なんでしたら、安子ちゃんが今起きちゃったみたいで、あ、うん、吉住のとこに連絡来たんだ。そう、吉住しか連絡先知らないから、うん、で吉住がもうなんかお母さんみたいな感じになってて、うん、安子ちゃんのことで今心配なんだ。で電話したら早坂さんから次の、うん、札幌がいっぱいあるから、はい、次の便に乗ってきなよって言われて、うん、それでまあすごいあれだってね。間に合ったんだけど、うんうん、結局安子はね。出番には間に合った、ね。出番には間に合ったんだけど、うんうん、その、何の仕事だったのって安子に聞いたらもう、うん、その、4時ぐらいまで、はい、なんで深夜にこんなお店に来るんですかっていう番組のなんかロケで、あ、なんか4時まで、うん。その事務所ももうちょっと考えてさ、うんね、だって金曜日一緒だったでしょ、埼玉の営業安子、うん。あの後もずっとロケで、うん、全く寝てないですよ。全く寝てなくて。うん、それで、もう一睡もしないで、なんかちょっとこう、落ちちゃって、うん、で、来たらもうみんなにすごい謝って。いや、かわいそう。謝って。かわいそうですね。帰ってね、1時間だけ仮眠取ろうと思ったんだね。そうそうそう。そう、かわいそうだった。かわいそうですね。でもなんかその、かわいそうだけど、あら、安子やっぱり自衛隊の兵で来たのとかさ、うん、言ったらなんかもう全然突っ込む読めなく、はいはいとかつなぐ。すいません。すいません。とかさ。でも今日、俺、かわいそうだと思ったのが、ドブロックが、はい。ね、昨日3時でしょ帰ったの家、うんうんうん。朝7時にまた羽田で、ああ、言ってた。今日、佐賀に行くんだってね。へぇ、それもきついよね。4時間後に羽田で。ああ、そうだったんですね。俺、寝る時ってなんかどっかでさ、ね、なんか止まれ、止まれないんですかね。とことかないのかなと思って。昨日は多分もう、そう、あれ、空港のホテルもいっぱいだったと思うよ。そうだよね。あんなタクシーの数見たら。ねえ、なかなか初めてだったね、あんな、ね、本当ですね。あれは、ね、結局北海道だけですよね。北海道の飛行機だけですよね、遅れたのが。ああ、昨日はね、多分そうじゃない。ちなみに北海道の悪天候だった。そうです。ちなみにうちの母親が沖縄から、うん、昨日帰ってきたんですよ。あ、そうなんだ。沖縄帰ってて、うんうんうん、ちょっと1時間ぐらい一応遅延になったって言ってました。あら、沖縄も。すっごい人だったっていう話を。あ、本当。なんかもしかしたら。ひょっとしたら、まあ、北海道の悪天候とかから、飛行機の搭乗便のこのね、金、うんうんうん、ね、うんうん、なんかあるかもしれない。飛行機の遅れみたいなのがあったかもしれないね。かもしれないね。搭乗機の。あ、でもなんかそういう、いつまで渡すんだよみたいなのなかったからよかったね。うんうん、ああいうのなんか嫌じゃん。嫌ですよ。もう誰もね、責められないじゃないですかね。責められないからね。ね、うん、そうですね、うん。メール来てますよ。メール来てる。明太子さんです。うんうん、2月26日の23時38分の時点で、まだ新千歳空港に足止めならば、うん、いっそのこと月曜ラジオショーは札幌から中継で良いと思います。うん、いやいや、もう休みでいいでしょ。札幌に中継でわけわかんない。いや、この時間まで札幌にいるってよっぽどですよ。帰りたいよ、このね。帰りたいよ。はい。ね、うん、ね、はい。まあまあでも今日はね、そんなに朝早くなかったんで。うん、そうですね。よかったよかった。これが救いと言いますか、うん。うん。よかった感じでしたけどね。はい。大変でしたけどね。はい。うん。なんか、うん、ここで、はい、突然ですけども、はい、スタジオからあるところにですね、ちょっとお電話をしてみたいと。ちょっと今日はね、思います。プチドッキリみたいのをしようと思ってるんですよね。はい、この時間ですね、うん、東京 FM の方では、うん、いつも山崎怜奈さんが、うん、誰かに話したかったことという番組を担当してるんですけども、うん、今週はその山崎さんが、ちょっと時期をずらした夏休みということで、代打、ピンチヒッターとしてね、
月曜日、うん、白羽の矢立ったのがなんと、うん、はい、狩野英孝という。これ意味わかんないよね。今だから裏の東京 FM で狩野くんの番組をやってるわけですよね。それはダメでしょ、うん、ルールとしてだっておかしいでしょ。おかしいよね、うん、あ、それもあの相方が裏で出るみたいなことですか。マセキ芸能者的にだって絶対ダメなことじゃん。いやもうずっと昼なんですやってんのよこの裏この裏ずっともう大先輩の。いや俺南原さんと今日 NG だから、ね、そっちもだった。そういうのやめてもそっちも今度はね内村さんとは OK になったけど内村さん OK になったんだ、うん、今度南原さんと同時に南原さん NG になった。 NG になる。どういうことなんだよ。なんかあるんですね。あ、今電話かけてるということですね。カノンに電話してみます。はい、エコちゃん、もう今でもかなり気合い入れてやってると思うよ。はい、そのピンチヒッターでね、MC です。あ、切れた。切れた。なんだよ。これは俺さ、この前さ、曲から曲にかけてるんですか、これは。レイジさんからさ、はい、WBC のチケット手に入んないって来たからさ、はい、電話したらすぐ切られたの。うん、ただよく考えたらラジオショーの最中だったの。じゃあ LINE していくんだよ、レイジさん。確かにそうですね。来た。何生放送に LINE してんだよ。もしもし。あ、もしもし。あ、どうも。ラーメン？いや、手前頼んでんじゃねえんだぞ。そんな合言葉とかじゃないでしょ、別に。ラーメン？花輪さん、せめてラーメンつけ麺まで。そうせめて、ね、僕イケメンって言われるけど、つけ麺僕イケメンはちょっと語呂が悪すぎるというか。やったことないからごめんね。ちょっとさ、あの、今電話したのは、はい、この前アメトークの WBC 芸人の時に、はいはい、なんかディズニーランド行くんだよって言った時に、はい、加納がものすごい速さで、いや俺花輪さんと絶対行かないですよって否定したのが俺はすごくショックだったっていう。絶対行くわけないじゃないですか、花輪さんと。ね、はい、あんな早く否定しなくていいだろうって。そこがずっと気にかかってたから。いや、だって待って、花輪さんが、このディズニーランド行くんだけどって言ったら、何、二人でディズニーランド行って何が面白いんだろうみたいな。二人きりで誘われたと思ったの。行きたいじゃん、花輪とディズニーランド。で、行ってきたんですか、ディズニーランドは。ああ、それはね、行ってきた。ゆめちゃんとかと。あ、なっちゃんと。楽しかったですか？楽しかったよ、本当に。いや、そんなことよりもさ、はいはい。ね、ラジオショーの、はい。この代演をさ、はい、結構やってくれてたじゃないですか、カノン。そうですね。はい、うん、それダメなんじゃないの、はい、そのやっぱり。何がすか？いや別に。どこでも代演するみたいな感じなの？いや、どこでも代演みたいな、別にそんな軽い感じじゃないですけども、うん、いや、この山崎怜奈ちゃんのラジオをね、昔出させてもらったことがあったんで、はい、それがまあ今回夏休み撮るということで、いや、うん、そこはやっぱり、今回のテーマがね、頼れるお兄さんなんで、それは頼られたら、それは僕、何でもやりますよという気持ちでございます。そういうお兄さん的存在なの？もう。いや、一回しか会ったことないんですけども。だから。早いって、レナに問題があるよ、それ。他に。早いって頼まれるの。いや、でもね、やっぱり一度のこの縁でも、やっぱ頼られたら嬉しいじゃないですか。まあまあ、そっか。だって、ナイツさんなんて、もう浅草で漫才もやられてるわけですから、うんうんうん、まあ、お兄さんというよりかは、もう弟子も取るぐらい、もう師匠というね、立ち位置ですから、頼られたらやっぱ嬉しくないですか。いや、頼られたら、それはまあ確かにね。そうでしょ？断りにくいけどね、やっぱり。やっぱ、僕もね、うん、やっぱ、これぐらいの芸歴、20年ぐらいの芸歴になってくると、そっか。やっぱりね、たまにね、ファンレターで、弟子にしてくださいっていうのがあったりするんですよ。猫ちゃんの？はい。すごいじゃない。でもね、うん、写真とか入ってるんだけど、写真じゃなくもうプリクラなんですよ。プリクラで、青い紙で、うん、ハイボール持ちながら写真撮ってるんだって。舐めすぎでしょ。撮らないの、弟子は。じゃあ弟子は撮らもう自分でいっぱいいっぱいですね。電話番号とか書いてあるのに電話したことある？いや、ないです。なんか電話した方がいいよ。俺だって一回プロレスラーの人から、弟子にしてくださいって言われて、はい、それで、お断りの電話したら、はい、声帯潰れてないって言われて。そっちのタイプの人だって。めちゃくちゃ面白いじゃん。はい、弟子だった。ああ、なるほどね。そうだよ。いや、でもなんか、うん、ナイツさんなんかも、その、うん、まあ、さっきのディズニーランドもそうですけど、シアさんも、最近なんか、うん、ちょこちょことこう、うん、ご飯とか、ホームパーティー、シアさん家のホームパーティー、ちょこちょこ、その後まだ行ってんの？家できた時。いや、この前誘っていただいたんですけども、うん、スケジュール合わなくて行けなかったんですけども。あ、はい、あ、そうだね。タコパね。タコパーティー、うんうんうん、たこ焼きパーティー。あった。僕の中ではその言葉がすげえ嬉しくて、うん、ずっと土屋さんの家僕出禁だったじゃないですか。そう。新築祝いでね。はいはいはい。開始1分でシャンパンこぼしたから。
英子ちゃんちょっと出禁だったんだけど。あれはシャンパンが悪いんだけどな。シャンパンが悪いとかない。それがやっと解禁されたんだね。ちょっと本当どっかのタイミングで。そっか、でも英子ちゃんがもう頼れるお兄さんなんだね、もうね。いや、どうっすよ、ちょっと。自分でもすげえ違和感感じますけどね。もういいよ、もうずっと喋ってたの？じゃあオープニングから英子ちゃんが。そうですよ、そうですよ。何の話したの、今日。ですね、記憶に全くないですね。記憶ないの？大丈夫？なんだろう、あ、でもこの前ゲームの大会出てきた話であったよ。なんか見たよ俺、ね、あ、まあ、ゲーム配信がねすごいから、はい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 、ものすごい顔が真剣だった狩野英孝みたいな、なんかネットニュースなってた。そりゃそうですよ。だって、いろいろとさっきも言ったんですけど、うん、もっと右回れとかこのアイテム拾えとかって指示していただくのが17歳ですからね。もう本当にね。師匠なわけでしょ、そっちが。師匠なわけですよ。もうね、同じゲームやってるとは思えないぐらいのこの速さ。本当だね。ねえ。すごかった。エコちゃん、こちらから電話しておいてなんなんだけど、はい、もうそろそろこっちもオープニングの時間終わるので。早っ。ごめんな。早っ。いいですか、もう。いいですか。いや、それね、真裏でこうやってラジオなんかちょっと喋れたのちょっと違和感感じますけども、でも嬉しかったですね。まあね、うん。じゃあちょっと、はい、そちらのリスナーさんにもよろしく。最後に、はい、ちょっとお昼の放送で、うん、なんか気をつけなきゃいけないこととかありますか？アドバイス、ね、アドバイス。やっぱり山本由伸に似てるってあんまり言わない方がいいかもしれない。いや、別に言われてないのよ。別に。侍ジャパン。侍ジャパンのね。うん、それ、なんかアメトークでもなんかすげえふわふわしたし。あんまり似てないし。いいですよ、もう、はい、もう切ってください。じゃあね、頑張ってね。失礼します。失礼します。平野さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい。お兄さんウィーク。兄さんウィークね。あ、じゃあ頑張ってやってます。毎週お兄さんが出るのかなってことなのかな。そうですね。なるほどね。うん。わかりました。地下芸人のお兄さん、ヤダンが今日ゲストですので。そうだよ。はい。じゃあもうぜひね、聞いてください。はい、お願いします。それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! サナイツラジオショー、本日もよろしくお願いします。お願いします。さあ今日2時台のゲストはヤダン。ヤダン、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 ジダンと同じ。ヤダンじゃないの？ヤダン、ヤダン、本当に？うん。じゃあちょっと確認してみましょう。ヤダンなの？俺なんか自分たちが、はい、ヤダンの3人がヤダンですって言ってるのを聞いたんです。あ、嘘。ヤダンなんですね。じゃあヤダン、ヤダン確認しよう。ちょっとこの間のほら、バンドー彌十郎さんの問題。バンドー彌十郎さん？バンドー彌十郎さん。マンゴースムージーと同じだった。マンゴースムージーって覚えてる。これヤダンはジダンと同じって覚えてる。うわー、ジダン。これヤダンだと思ったんだけど。ヤダンだと思いましたね。ジダンだと思ってました。ジダンの方。はい。うん。平野？平野？平野じゃないですよ。平野ノラ。平野ノラじゃないですね。グラノーラと同じ。グラノーラと、そう、グラノーラ。ポロってさ、これ何なんだ、急にうちらがさ、その、本当はナイツなんですとか、本当は土屋なんですとか言い始めたら、周りが気遣ってくれるのかな、その急に。いやいや、もうめんどくさいでしょ。めんどくさいですよね。めんどくさい。だからもう、ずっと、今まで一回言ったことないのに、ナイツはラジオショーって言ってんのに、ナイツザラジオ、な、でもナイツザラジオショーって言う時あるよ。ナイツザラジオショーありますね、ナイツザラジオショー。難しいの、結構こういうの。うん。やってみよう。エリア団のお三方がね、今日ゲストです。また、日替わりで募集しているメールテーマ、今日はこちらです。子供の頃からずっと続けていることや、ずっと続いている癖や習慣。はい。1996年の今日2月27日は任天堂ゲームボーイ用ソフトとして初代ポケットモンスターの赤と緑が発売された日だそうです。発売から27年、今も人気はすごいね、ずっと続いていますから。96年といえばね、あのドラマドクがね放送されたんですよ、ね、あ、そうなんだ。
今井美樹さんのあの主題歌で、うん、私になりまーす、あれをね、なんか 毒のね毒で乗ってそうな自転車でね、毒の格好をして八王子走った時にめちゃくちゃ先輩が笑ってくれて、うん、自信ついた毒でそうなんです、毒のパロディで、うん、やったの爆笑取ったんだ、懐かしい、それが96年だそうです、ね、まあ、大人になってもポケモンの新作プレイしている人も多いと思いますしね、はい、まあ、花さんも 今でも少年ジャンプ買ったりとか、はい、買ってますよ、今日もね、すごかったですよ、ね、あと野良さんの、旦那さんのようになかなか治らずに続いている癖とか習慣もありますね、はい、もう一度いいですか、初めて治らない癖をいいですか、もう一度鼻くそをこうほじって置くっていうところですね、はい、どこに置くんです、捨てるんですよね、捨てるんじゃないですよ、はい、あのその床にそっと置くっていう、枕元とかにそっと置くという野良旦那 の、はい、あの癖ということで、はい、ね、子供の頃から続いてること、うん、何でもいいんでね、はい、皆さんメールお待ちしております、はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください、それではナイツラジオショー今日もこの後3時30分まで生放送はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10 10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？車を売ろうとしている方、下取りだったり近くの中古車でいいやなんて思っていませんか？それもったいないですよ。実は中古車買取店によって買取額に差があります。しっかり比べないと損するかも。そこで車たかし、車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。平均18万8000円も買取額に差が出てるんです。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば最大8社の査定額が無料でわかります。あとは比べてみて一番高いところを選ぶだけ。車を高く売りたいなら車たかしで検索。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから、現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの岩川さん、お願いします。はい、高速道路の状況です。東北道の上り線は加須インター先で大型ダンプカーと乗用車の事故のため2車線が規制されていて4キロ渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで10キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで3キロ半渋滞しています。一般道路は東京都の東久留米市下里5丁目で建物の火事のため
所沢街道は両方向とも通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。日本道路交通情報センターの岩川でした。岩川さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。その昔、神奈川県の大部分は相模の国と呼ばれていました。県央道寒川北インターからおよそ3分、相模の国の一の宮、八方除けの寒川神社です。ご郵送でのご祈祷も承っております。あなたとハッピー、垣穴忠です。熊谷美穂です。明日はバレーボールの元日本代表益子直美さんが登場。主催する監督が怒ってはいけない大会とは一体何なのか、益子さんに伺います。あなたとハッピーは明日も朝8時ちょうどのスタートです。月曜最初のコーナーはこちら、気になるあれこれ学びましょう。知ってるようで実は知らないこと、最近話題のニュースやトピックスを紹介しつつ、スタジオの我々も勉強しようという企画です。はい、スタジオには報道部の森田浩二さんが入ってきていただきました。こんにちは。子供の頃から続けていることとか、言ってる癖とかってありますか？あ、続けてるとか、まあ、変わってないと、あの子供の頃からずっと一緒なのが、この髪型ですね。え、子供の頃から？え、あのね、天然パーマなんでパーマをかけたこともないし、あとスポーツ刈りとか坊主頭にしたこともないし、 あと染めてみたりとか、そう、染めたことも一回もないので、まあ、非常にラジオ的じゃないんですが、いや髪型は変わってない。みんなの時代的になんかそういうなかったんですね、坊主とか。なんか流行りの髪型とか、そういうのね、全然左右されなくて、ね、本当だからね、そろそろ本当金髪とかにした方がいいのかもしれない。今から金髪だったらダメですか？周りびっくりしますけど、ちょっと見てみたいけど。そうなんだ。生えもしないし、生えもしないし。生える。生えてる。どんどん生えてる。生えてきてます。固定。人じゃないでしょ、それは。ということで、本日森田さんに解説いただくのはこちら。コロナ禍で大変だった卒業式、今年はどうなるの？はい、まあ、卒業式や入学式という行事もお子さんにとってはね、まさに人生の門出ですよね。ですが、コロナ禍でね、卒業式中止とかクラス単位というのが続いてました。うちの娘もですね、高校の卒業式はもう保護者2人だけしか出席できない、おじいちゃんおばあちゃんはダメとか、あと在校生は出席できないとか、それから娘の大学の入学式は1年延期になって2年生になってから開かれたと。あ、じゃあ一緒に、新1年生と一緒に、時期をずらして、1年生は4月にして、2年生ね、あ、前の1年生は5月にするとか、時期をずらしてやってましたね。で、娘より下の世代のね、まあ、コロナ禍で入学した中学生や高校生というのは、まさに今この春卒業の時期ということになるわけです。で、文部科学省はですね、卒業式をめぐってはマスクを外すことを基本にするという通知を出しましたので、これを受けて各学校が具体的な方針を今決めつつあるんですね。で、学校の外ではもう3月の13日からマスクをつけるかつけないかは一人一人の判断だというルールになります。で、学校では4月の新学期になりますと、マスクなしというのが原則になるんですね。で、その前の卒業式は児童や生徒、それから先生方はマスクをつけなくてよいと。で、ただ国歌とか校歌を歌うとき、それから合唱とか呼びかけという場面はマスクを着用するということになるんですね。それから保護者とか来賓もマスクをつけるということになるわけです。ただ文部科学省はマスクをつけたいという希望するね、お子さんもいるので、まあ無理に外すことを求めないようにということで、顔を見られるのが恥ずかしいからできればつけていたいというような、ずっとつけてきたしね。そうなんです。もう今の3年生というのはもう入学前からマスク着用をね、厳しく言われてましたから、その辺の抵抗というのもあるようなんですよね。本当でも顔、マスクの顔しか見てない。ほとんどそう、まあ、ね、今給食の時とかありますけれども、そうですね、あんまりね、全校生徒顔見合わせる機会ないでしょうか、ね、
そうですよね。大人になって会っても気づかない。そういうこともあるでしょうね。どんな顔だったんだろうっていうね。で、そんなね、卒業式がいよいよ復活ということで、ファッション業界もですね、実は期待を寄せているんですね。卒業式に着る服、これを卒服というんですが、作りましたね、新しいなんか言葉を。そうなんですよ。コロナ前はね、この卒服が盛り上がっていまして、例えば女の子は、ここ数年は AKB とか、乃木坂系の制服が大人気で、小学校を卒業するお子さん向けにね、小学生向けのファッション雑誌のニコプチでは、卒服特集というのも人気になってるそうなんですよね。卒服ね。小学校の卒業式なんて、ノラさんなんかどんな、なんか、ちょっと流行ってた、チェックのスカートに、やっぱ襟がちょっと大きかった、覚えてますね、やっぱり。あ、そうですか。今思ったらそうかもしれないですね。男の子はもう普通の格好ですもんね。だと思うんですけどね、小学校の卒業式なんてね。うち6年生だからもうね、卒業式だから。ああ。なんもないと思いますよ。最近はでもね、男の子の中にも、なんか、羽織袴姿で卒業式になって、小学校で。そうなんです。まあ。そういう卒服というのもね、ね、あるそうなんです。大変だね。大変ですよね。お金もかかりますし、ね。本当ですね。いいよなくて本当に、まあ、制服があればねいいんでしょうけどもね、まあ、自由な服装の学校はやっぱそういう風になってるそうです、そして卒業と聞いてね、はい、思い出す曲、これは世代によって異なるんですけれども、はいはいはい、日本トレンドリサーチによる調査によると、うん、卒業式で歌った曲、うん、実は30代以下と40代というようなこの卒業式で歌った曲のランキング上位4曲一緒なんです。我々ですよね。そうなんです、はい、ただね順位が違うんですね。ここで森田クイズです。急に来ます、はい、卒業式で歌った曲40代は4位30代以下は2位、さてこの曲は一体何でしょうか。2位、仰げば尊しとかじゃないの。ああ、仰げば尊しね。40代はですね、1位が高歌、はい、2位が仰げば尊し、3位が蛍の光、あ、まあ、そうだね。そして4位がこの曲なんです。その3つ以外ある？で、30代以下だと1位が高歌、で、2位がこの曲、3位が仰げば尊し、4位が蛍の光、というランキングになってるんですよ。やつって、スモロネワノーズじゃないですか。いや、もう。40代です。卒業後だったかな。スモロネワノーズじゃないですかね。卒業の朝だな、あれは。卒業。あ、なるほどね。卒業、学校で歌う。卒業、はい。卒業して一体何わかるというのか。ちょっと窓ガラス壊したのか。だ先生、あなたは。そういうでもちょっと芸能品のあれかな。なのかな。あれじゃないですよね。金髪さんじゃないよね。送る言葉、送る言葉、送る言葉ね。送る言葉はだって。どうでしょうかね。ちょっと世代的にね。世代的に。生徒が歌うもんじゃないもんね。じゃあ正解いきますね、はい、日本トレンドリサーチによる卒業式に関する調査、はい、卒業式で歌った曲40代4位30代以下2位の曲はこの曲です。白い光の中に旅立ちの日にという曲なんです。聞いたことありますよね。聞いたことある、うん、歌ったかもしんない。結構ね今全国的に知名度の高い曲なんですが、この旅立ちの日にもともとはですねたった一度のために作られた曲ということで、1988年に埼玉県秩父市の中学校に赴任した音楽教諭の高橋先生という方が、校長先生からですね、生徒が校歌を元気に歌えてないと、歌うことで心を元気にしようという目標が掲げられて、それで人が少なくなった合唱部を立て直して共に頑張ってきた生徒のために作られたのがこの旅立ちの日に、ピンポイントでそうなんです。これね、できたのは1991年で、作詞が校長先生、作曲がその音楽の高橋先生で、3年生を送る会のためだけに作られたんです。本当先生の手作りで。そうなんです。これがもう全国に広がった、ね。全国に広がった。特に2007年にはスマップが出演する CM ソングでね、うん、歌われて、それから今ではもう卒業ソングの定番ということで、40代4位、30代以下2位と。いうことで卒業式で歌われる曲になって、でも40代うちらが歌ってた時はだってね、スマップの CM まだだから、その頃からかなり
メジャーだったってことですね。そうだね。そういうことですよね。91年に持ってきていた曲ということで、まあ、徐々に徐々に広がっていったんですよね。すごい。定番なんですね、うん、じゃあ。そうなんですよね。効果もね、もうちょっと覚えられない、覚え、分かんなかった、はあ、そうですね。自分、そうだね、我々卒業式ってやっぱり効果が一番歌われていたかなという気はしますけど、そうですけどね、やっぱずっと1位は効果、1位は効果というのは変わらないですね。分かりました。はい、うん、ね、はい、森田浩司さんの解説いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、番組では引き続きあなたが知りたいこと、森田さんに解説してもらいたいことを募集しています。 rs@1242.com までお願いします。変わらない、ちょっと怖い話をね、いただきました。ありがとうございます。伸びてます。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を、そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。マルホン、マルホンごま油の作り方。厳選したごまを丁寧に焙煎、そして丹念にぎゅっと絞る。それだけ。え、だけ？シンプルだからごまが香る、マルホン自慢の圧搾製法、ごま油はマルホン。ラジオチャリティミュージックソンの LINE 公式スタンプが発売中です。パーソナリティのストーンズのメンバー、サンドウィッチマン、クリーピーナッツ、ペコパも登場する取り下ろしボイス付きのスタンプです。 LINE スタンプの売上金は手数料などを除いてミュージックソンの募金に充てられます。ここで DMM ファイナンシャルサービスからのお知らせです。DMM ファイナンシャルサービスは保険に関する様々な疑問を解決し、ライフスタイルにマッチした保険商品をご提案する保険代理店です。月々の保険料をなるべく抑えたい。もうそんなに大きな保証は必要ない。自分のお葬式代くらいは備えておきたい。わかりやすい保険がいい。そんな方に今日 DMM ファイナンシャルサービスがご紹介するのが、シニア世代に人気のプラス少額短期保険の家族への思いやりです。死亡保険金50万円から300万円の中から選んで加入でき、保険料は年齢性別加入コースによって異なりますが、69歳女性100万円コースの場合、月々なんと1160円。詳しい資料を無料でお送りします。今なら資料請求された方の中から抽選で10名様に厳選本マグロ海の幸ギフトをプレゼント。お問い合わせは DMM ファイナンシャルサービス 0120-56-7000 56-7000 番まで。 DMM ファイナンシャルサービスはプラス少額短期保険の代理店で、契約の媒介のみを行います。ここで網戸の三越がお送りするハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、はい、こんにちは。こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜も12度まで上がってきて春の訪れを感じます。さて、春初めのイベントといえばひな祭りがありますよね。開成町瀬戸屋敷ひな祭りが3月5日まで開かれています。築300年という古民家瀬戸屋敷にずらっとおひな様が並べられています。中には地元の蔵から発見されたという300年前の京ほびな、それから瀬戸屋敷に代々伝えられてきた貴重なひな人形もあります。それらには分かりやすく看板が立てられているので、どうぞご覧ください。そして天井からは婦人会手作りの吊るしびなが下がり、とても綺麗です。毎年少しずつ増やしていて、今では8000個以上吊るされています。中には高さ 2.4 メートルになるものもあるそうです。この吊るしびなの評判がすごく高くて要望により販売もしているそうですが、数に限りがあるのでご承知ください。
またお祭りということで地元の野菜やお弁当の販売もあります。休憩所でゆっくりできます。猿回しも企画されています。詳しくはホームページをご覧ください。古民家で江戸時代にタイムトリップしてほっこりしたひとときを過ごしませんか。以上横浜のスタジオより久米知恵がお届けしました。久米さんはずっと続けていることとかありますかね、はい、ずっと続けている、うん習慣とか癖とかね、癖なんですけれど、はい、チョコベビーとかのゼリーとか柔らかいものを、うん人差し指と親指に挟んでギュッとしてこうシワが寄ってくのを見る衝動に駆られるんです。何それ人差し指と親指ある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 ありますよね、うん、ないですか、うん、そんな人初めて聞いた、ね、初めて聞きましたか、はい、ちょっと確認します。潰して寄るシワを見るのが好きなんですね、はい、なんかそういう衝動に駆られるんですけれどグミですか。グミとかなんかちっちゃなチョコとかの柔らかいのこうチョコベビーあれ潰したりしませんか。いやチョコベビーはすぐ口に入れちゃってましたそうでしたか、うん、ちょっと確認します。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。さあ来たすごい花粉だ。部屋の中に入るか入るか。見事にキャッチ。さすがナノキャッチフィルターです。網戸に貼るだけ花粉をキャッチ。 3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めはアミドマン .net で。時刻は1時51分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さんお願いします。はいお伝えします。 NHK 党のガーシー参議院議員は今日参議院に対し帰国して参議院本会議に出席し議場での陳謝の懲罰に応じる意向を伝えました。NHK 党の関係者が参議院の石井準一議員運営委員長に本会議へ出席し陳謝文を朗読すると明記した文書を国会内に提出しました。 NHK 党の関係者はガーシー議員の具体的な帰国時期に関してはわからないと述べるにとどめました。与野党ではガーシー議員が陳謝を拒否すれば最も重い除名を検討すべきだという意見が出ていてガーシー議員は陳謝に応じ除名を回避したい考えとみられます。次に政府が日銀総裁候補として国会に提示した元日銀審議員で経済学者の植田和男氏は今日午後参議院議員運営委員会の所信聴取に臨んでいます。植田氏は改めて現在の金融緩和を続けることが適切であるという認識を示しました。金融緩和を継続し経済をしっかりと支えることで企業は賃上げをできるような経済環境を整える必要があります。もし日本銀行総裁としてお認めいただきましたならば政府と密接に連携しながら経済物価情勢に応じて適切な政策を行い経済界の取り組みや政府の諸施策とも相まって構造的に賃金が上がる状況を作り上げるとともに一時的ではなく持続的安定的な形で物価の安定を実現したいと考えています。日銀の政府総裁人事は衆参両院の同意が必要で両院の議員運営委員会がそれぞれ聴取を聞き取り所信を聞き取り本会議を開いて採決します。両院の同意が得られれば植田氏は4月9日に就任する運びです。それから一夫多妻制のような生活を送っていた75歳の男らが10代の女性をマインドコントロールし乱暴したとして今日警視庁に再逮捕されました。準強制性交の疑いで再逮捕されたのは東京東大和市の無職渋谷博人容疑者75歳と元妻で飲食店店員の千秋容疑者43歳です。警視庁によりますと博人容疑者は去年9月自宅で当時10代の女性を洗脳状態にし乱暴した疑いが持たれています。千秋容疑者が占いと称して女性を誘い2人で宇宙人などに関する映像を見せた上で博人容疑者が人間は18歳から20歳頃までに宇宙人に食べられるという対応策として関係を迫ったということです。調べに対し博人容疑者は容疑を否認し千秋容疑者は黙秘しています。おしまいに来月開催される野球の WBC ワールドベースボールクラシックの日本代表での活躍が期待されるアメリカメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手が26日ホワイトソックスとのオープン戦に3番指名打者で今シーズン初出場し1回に3ベースヒットを放ち3打数1安打でした。大谷は自身初の WBC へ順調な調整ぶりを示しました。大谷は投手として先発が予定される28日のアスレチックス戦の後日本へ向けて出発する予定です。
一方、同じく日本代表に選ばれているカブスの鈴木誠也選手は、左脇腹の張りのため練習に参加しませんでした。検査結果を待って WBC 出場の可否を決めることにしています。この時間のニュースは以上です。遠藤さんでした。ありがとうございました。涼子森山コンサートツアーマイストーリー森山涼子コンサートツアー20233月9日木曜日ウェスタ川越チケット好評発売中お問い合わせは 03-3355-3553-IS まで世界とかさ、はいはい、なんかさっき発表されたらしいんだけどさ、うん、流れ星落ちてて欲しかったけど入ってたなんで落ちてて欲しいんだよ落ちてて欲しかったな32組まで絞られたんですね、うんはい、で次のステージで半分になる、うんね、そうそうたるメンバーがねえ話せないけど三四郎もいる、ね、面白かったもんだけど三四郎もいる ね、うん、ね本当にね順調な、ね、タイムマシン3号、うん、スピードワゴンさんとか、ねちょっと待ってくださいよ、はい、エルシャラカーニ入ってないじゃないですか。あら出てたエルシャラカーニのための大会じゃないんだよじゃなかったみたいですエルシャラさんではなかったみたいですエルシャラさんちゃったこれで落ちてたらもうネタにできないじゃないですか清和さんが漫才の素晴らしいかね残念、頑張ってほしいな、ね、楽しみですねあの癖の子供そうね、はい、今日のメールテーマ、ね、読みます、はい、板橋区のはちみつふとしさんです。なんとなく物に魂が宿っていると思っていて、はいはい、傘を均等に使ったり綺麗に並べたりしています、うん、均等に傘を使うってあのあなんか家のストックをあってことなのか均等にちゃんと愛情を与えて雨の日にコンビニで傘立てに雑に入れられている傘を見ると、はい、整えてしまいます、うん、素晴らしいですねこれは教育的にいいよ、ね、素晴らしいと思いますよやっぱり靴揃えたりね大事にするものを大事にするっていうのはねお行儀いいよねあでもうちのその静尾さんもそうかもしれないあそうなんだそっか静尾さんが靴とかを必ずめちゃくちゃ揃えるから、はい、いいねもうだからあのもうなんだろう何回やっても口蔵さんの配置にされちゃうから あのもう俺は途中から何もしないようにしたんだけどその俺がちょっと外出る時に履くクロックスを、はい、あの一番このなんつうのかな奥の方に置くわけでその俺はそのクロックスを履こうとすると、うん、静雄の花瓶に肩が当たって落ちる。ああ、なるほど。それは良くないですね。俺の体と静雄さんの体違うからね。俺は、そのクロック咲くときにそれが花瓶邪魔なんだよって。うんうんそういう特に言わずにですもんねずっと我慢言ってそしたら花瓶にガムテープつけて落ちないようにしたから何その固定の仕方クロックスを片付けないでくださいってことじゃないですすごい毎回クロックスをねあのでもその道に花瓶は置きたいんだこだわりなんだ使用頻度がねたくさんあるからもっと手前にやってほしいんですけど、ね、綺麗にしてくれるのはねありがたいけれどもっていう玄関の配置はやっぱ奥さんがやるのその靴棚も全く一緒うちもクロックスを奥にいつもねその靴棚に入れられちゃうあそう、うん、ちょっと目を離すとなんだろうねなんだろうねクロックスだけは残しておきたくないのかなそう目に入るなんかそうだと思うあそうなんだなんかやっぱり、うん、目に入るそうだってすぐパッて出かけるときどうすんの出してほしいんでしょうねだからねちょっとなんかお客さん来た時の見栄えが良くない、はい、見栄えも良くないと思うそサンダルとかっていうか分かる分かるそれでもなんか分かればそうそう女性だったらはいあ、はい、そういうことなのかな何のために必要なの靴はなんか全部しまいたいと思って外出したいと思って一緒一緒、うん、玄関外出したいと思っちゃ う全部なくなってんだよ俺なんかねえなんでしょうねそうかだんだんの靴綺麗なのいやいやもう全然綺麗じゃないですよただもう何にも言わなくずっと同じの履いてますね何穴開いても何してももう別に何か言うまでは履いてますよずっとそうだね、うん、めちゃくちゃ好感度上がった本当なんだこの世界を滅ぼしてやる食らえローリングストック解説しようローリングストックとはいつもの食材を多めに買っておいて食べた分だけ買い足す新しい備蓄方法なのだそれいいな普段の食事にもぴったりだぞお前の名は法律事務所未来予から B 型肝炎について大切なお知らせです。幼少期の集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスに感染された方、
その方から母子感染された方は国から最大3600万円の給付金が受け取れます。ただし肝炎の発症から20年経つと給付金が減額されますので早めの手続きが必要です。 B 型肝炎訴訟のことなら未来をへ、相談料着手金無料 0120-783-005 悩み005、東京弁護士会所属法律事務所未来を。
myself.